株式会社アワジアは、兵庫県神戸市東灘区に本社を置く、食品会社。明治時代初期には、曽根崎新地で料亭を営んでいた。野号は、阿波堺。1903年に、半角鉄道の校内営業許可を取得して、駅弁の販売を開始。拠点は、池田駅、生瀬駅などを転々とする。1911年には、あゆずしを開発。 第二次世界大戦敗戦後の食糧難期には、ふすまを使った蒸しパンを使った弁当を考案する。また、神戸駅の駅弁店が、戦災のために廃業していたことから、同時期に、当時の運輸省より、神戸駅の駅弁店となることを要請され、それを受けて、神戸駅へ移転。なお、陶器場本店は、神戸駅近くの中央区新工町八の二だが、 実際の本社機能は、東名田区、魚崎南町3丁目6番18号にある。1949年、株式会社化。山陰本線そのべ駅の駅弁業者も、同じ、淡路屋の屋号を名乗っているが、これは1910年にこの会社の支店として、発足したもので、後1924年に独立している。 こちらも1958年に株式会社化している。かつては双方で、あゆ寿司を販売していたこともがあったが、2013年現在は、全く別の駅弁を販売している。かつては、六甲堂駅、三宮駅、元町駅、明石駅など、神戸市周辺の主要駅で駅弁を手広く、販売していたが、これらの駅からは撤退し、2020年3月現在、 直営店があるのは、神戸駅、新神戸駅、西明石駅、芦屋駅のみとなっている。また、新神戸駅に停車する、下り列車の普通車指定席、グリーン車を利用する場合に限り、座席まで配達するというサービスが行われている。なお、以前は、大阪市内の交通科学博物館においても、駅弁販売や、食堂運営を行っていたが、2014年4月の、 交通科学博物館の閉館に伴い館内での駅弁販売及び食堂運営は終了した。ABC、会社遠隔。株式会社淡路屋。2015年11月28日閲覧。会社概要。株式会社淡路屋。2015年11月28日閲覧。小池知事、一郎と同じ、すき焼き弁当が好物から、社会。 日刊スポーツ、nikkansports.com。2021年4月8日閲覧。日本テレビ、消える、駅弁に、救世主、カニスシ復活。日テレニュース24。日テレニュース24。2021年4月8日、閲覧。ありがとうございます。